不倫したことのある女子アナ7選。1、秋元由里。秋元アナは元フジテレビのアナウンサーです。2006年にフジテレビに入社すると、長らく報道番組をメインに活躍し、ゆりりんの愛称で親しまれました。2013年には5歳年下のイケメン後輩アナウンサー、生田竜聖アナと結婚を発表。交際半年のできちゃった結婚でしたが、公私ともに順風満帆な人生を歩んでいました。しかし結婚から3年が経ったある日、生田アナとの別居が報道されます。当時秋元アナが担当していた番組内で別居の原因を聞かれた際、やましいことは何もないと不倫を否定していました。しかしそれから間もなく週刊文春により不倫の徹底的な証拠がスクープされてしまいます。報道によると不倫の相手はフジテレビに勤める妻子持ちの40代の局員。焼き鳥屋でのデートがスクープされただけではなく、不倫相手のワンボックスカーを郊外の竹林に停車し愛を育んだと言われています。ネット民がこの竹林を特定させると SNS 上では大きな話題になりました。不倫を否定していた秋元アナだけに、局内だけではなく世間からは大バッシングを受けました。こうした経緯によって秋元アナは表舞台から姿を消すことになりました。現在は海外ドラマのプロデューサーとして活躍しているようですが、不倫アナとしてのレッテルは今もなお消えていません。2、田中萌。田中アナはテレビ朝日に所属するアナウンサーです。2015年にテレビ朝日に入社すると、期待のホープとしてグッドモーニングにサブ司会として抜擢されます。出世街道を進む最中、入社2年目に不倫報道がスクープされてしまいます。不倫のお相手は番組で共演していた先輩である加藤大平アナ。加藤アナは報道が出る3年前に結婚をしていました。報道によると、グッドモーニングの打ち上げが開催された際、十数名のスタッフとともに田中アナと加藤アナの2人も出席。会がお開きになったのは0時を回っており、各々がタクシーで帰宅しました。田中アナは都内にある自宅マンションに帰宅したのですが、なぜか周囲を警戒するようにマンションに入ったようです。一方の加藤アナは帰り道が同じ方向の関係者とタクシーに同乗し、自身のマンションに帰宅。先に降りた加藤アナはタクシーを見送ると、すぐさま別のタクシーを見つけて田中アナの住むマンションに車を走らせました。マンションから数百メートル離れたところでタクシーを降りると、そのまま田中アナの元へ向かったようです。そもそも2人の関係は局内でも話題になっており、関係者は呆れていたようです。しかしこの徹底的な証拠により田中アナは報道後の番組出演を見送られ、そのまま番組の降板を余儀なくされました。一方の加藤アナもスポーツ局の兼務となり、新人同様の扱いを受け、最終的にはアナウンス部から離れ、スポーツ局の社員としてテレ朝に在籍しているようです。3、小島さつき。小島アナは長野放送に所属した元アナウンサーです。長野放送では情報番組の MC やスポーツ番組のキャスターを務めていました。そんな小島アナはプロバスケットボール選手で信州ブレイブウォーリアーズに所属する岡田優太選手と不倫していたことが報道されました。岡田選手はもともと富山のチームに在籍していたのですが、ちょうどその頃小島アナも富山のテレビ局に勤務していました。スポーツ番組の取材で2人は出会い、交際に発展したと言われています。その後岡田選手が現チームに移籍することになるのですが、それを追うように小島アナも長野放送に転職。泥沼の不倫かと思いきや、当初小島アナは岡田選手が結婚していることを聞かされていませんでした。そのため周囲にも交際していることを堂々と話していたようです。しかしその後岡田選手から結婚していることを伝えられますが、女関係は解消されず、ついに不倫旅行がスクープされてしまいます。報道では手つなぎデートやホテルで一緒に泊まったことが伝えられましたが、これに対して岡田選手は真っ向から否定。友達として旅行に行っただけで、ホテルも同じ部屋だったが男女の関係はなかったと報道陣に語りました。苦し紛れの言い訳であったことに本人も気づき、その後は不倫を認め謝罪をしました。最終的に岡田選手は離婚が成立し、一方の小島アナも長野放送を退職し、表舞台から姿を消してしまいました。4、阿部明子。阿部アナは元日本テレビに所属したフリーアナウンサーです。2001年に日本テレビに入社すると、報道やバラエティなど多岐にわたり活躍。入社6年目にはTBS の局員と結婚し、子宝にも恵まれました。その後はフリーとして多くの番組を抱えていましたが、2018年に全てのレギュラー番組の降板を突如として発表。原因は遺品整理で発覚したダブル不倫にありました。
阿部アナは実は2015年頃から IT 企業役員も務めた50代の男性と不倫関係にあったようです。しかし不倫関係を続けていた中、男性は病気を患いこの世を去ってしまいます。男性の死によって不倫関係は闇に葬られるはずだったのですが、男性の妻が遺品整理している中で阿部アナと不倫していた証拠が出てきてしまいます。怒り心頭の男性の妻は阿部アナが出演する番組関係者に告発文を送付。今後阿部アナを一切テレビに出すなと番組関係者に伝えたようです。結果抱えていた番組を全て降板。その後は表舞台から姿を消すことになりましたが、約2年の謹慎期間をもって過去自身が MC を務めていた番組にゲスト出演を果たします。2022年7月にはアキコに改名し、心機一転新たに人生を歩んでいるようです。5. 早川美奈。早川アナは NHK 甲府放送局に所属した元アナウンサーです。情報番組に多数出演し、明るいキャラクターと愛らしいルックスから地元では親しまれた存在でした。そんな早川アナですが、ある日を境に忽然と姿を消してしまいます。その原因は共演していた男性アナウンサーとの不倫がスクープされたことにありました。男性アナは既婚者でもある斉藤貴信アナ。二人は揃って丸ごと山梨の司会を担当しておりました。そんな二人ですが、生々しい路上不倫が報道されてしまいます。2016年7月某日、番組の収録を終えた二人は黒いワンボックスカーを国道の路肩に停めました。この場所は職場から車で15分ほどの場所で、フライデーの記者が張り込んでいたそうです。そんなことも知らず、二人はその場所で燃え上がってしまいました。あまりの激しさだったため、公然わいせつ罪に問われてもおかしくなかったようです。二人の関係は局内でも有名で、見かねた上司が斉藤アナに対して注意をしたこともありましたが、関係は続いていました。この報道によって、契約社員だった早川アナは契約を解除。斉藤アナもアナウンス部から異動となり、表舞台から消えることになりました。6. 徳永由美。徳永アナは元テレビ朝日に所属したフリーアナウンサーです。テレビ朝日に入社すると1年目から報道番組の MC に抜擢されるなど、期待の新星としてキャリアをスタートします。順調にキャリアを重ねる中、入社4年目を迎えた頃に結婚を発表。お相手は同局のディレクターであり、社内恋愛の末の結婚でした。子宝にも恵まれ、公私ともに順風満帆な人生を送っているように見えた徳永アナですが、ある大物芸人との不倫を犯してしまいます。この芸人はうっちゃんなんちゃんの内村照義さん。二人の出会いは内村さんの冠番組であった内村プロデュースで共演したことがきっかけでした。徳永アナが内村さんと知り合った時、徳永アナの夫婦仲はうまくいっていませんでした。徳永アナの相談役として内村さんは親身になって話を聞いてくれていたようです。初めは良き相談相手としての関係でしたが、徐々に内村さんの魅力に惹かれ、二人は禁断の恋に足を踏み入れてしまいます。内村さんの家に通っていたことや温泉旅行などが徳永アナの夫の耳に入ると大激怒。徳永アナは高額の慰謝料と番組降板が告げられ、最終的にはテレ朝を退職。一方の内村さんも世間からのバッシングを受け、レギュラー番組は次々に消滅していきました。その後徳永アナは夫と離婚したのですが、なんと内村さんとの再婚を発表。深く反省をした徳永アナは徐々に世間からの信頼を取り戻し、2022年、現在はフリーアナウンサーとして現場復帰を果たしています。 7. 牧野由美。牧野アナは元セントフォースに所属したフリーアナウンサーでした。牧野アナはもともと地方局のアナウンサーとして活躍していましたが、地方局でありながらその美貌から可愛すぎる女子アナとして全国区で話題となりました。その後フリーアナウンサーに転向し、目覚ましアクアのメインキャスターに抜擢。地方局出身の女子アナとしてシンデレラストーリーを歩んでいた牧野アナですが、その後1年足らずで番組を降板することになります。既婚男性との不倫が週刊誌によってスクープされたことが原因だったようです。不倫の相手は人気パティシエではないかと噂されており、不倫の内容もかなり過激なものでした。週刊誌によると2人で仲良く初詣に行っていた写真からキス写真までが細かく書かれていました。極めつけは2人の恋の写真が掲載されてしまい、世間に衝撃を与えました。人気アナウンサーになりつつあった中での報道にファンに対して大きな失望を与えてしまいました。その後牧野アナは
担当していた番組を次々と降板し、最終的には所属していたセントフォースを退職し、表舞台から姿を消してしまいました。